皆さんこんにちは。本試験まで全力疾走を始めよう速修コースというタイトルで、お時間ですね30分程度でお話しさせていただきます。講師の水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それではこれから宅建合格、今皆様ですね目指していただいているということで、こちらの動画を見ていただいていると思いますが、その合格のためにはですね、いかに勉強すればよいのか、あとコツですとか、あとどうやってこう進めていけばいいのかとかね、そういうようなお話をね30分程度させていただきますが、まずは資料ですね、こちら本試験まで全力疾走、始めよう速修コースという短期だからこそ集中ウルトラ合格コースというね、まあ結局は宣伝じゃねえかと、その通りでございます。ただ宣伝なんですけど、今宅建試験は難しくなってるというのは聞いたことありませんかね。難しくなってますね。まずやっぱり目的はね、宅建物取引士という不動産を扱う重要事項の説明をするというね、その資格なんですよ。だから趣旨はもう10年20年30年、いやまあ遡ってね昭和33年からあるんですよ。宅地建物取引員という時代だったんですけどね、遡ってずっと趣旨は同じなんですよ。ところがどん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 レベルが上がって、でね、昔もちゃんと勉強しなきゃもちろん合格はしなかったんですけど、ただ例えば30年ぐらい前だとね、でも通勤とかさ通学とかさ、そういう時に過去問やって直前は休みの日気入れて、何日かがっつりやったら浮かんじゃないのっていう、そういう感じのノリだったんですよね。ところがこれね、宅建試験ってね、まずね2000のね中盤にすごく一旦難しくなったんですよ。これ全然不動産の仕事だけだったんです、宅建試験って必要だったのが。それがね、投資ファンドという不動産の投資のね、でファンドの方はやっぱり優秀な方はお勉強得意で優秀な方もやっぱ多かったのもあったと思うんですけど、ものすごいねレベルがバン上がったんですよ。で、あ、これ問題文長くなったして上がったなって、それが2006、7、8年あたり、そこら辺の前後でなんかレベルが一旦上がったんですよね。で如実に最近上がったのがコロナ、2020年で、ね、21年22年、で2020年はまだそれほどじゃないんですけど、2021年あたりだと結局ねコロナで時間ができたから、じゃあなんか宅建でも勉強するかってなって勉強して、でなんか受かっちゃう人はあっさり受かっちゃったりしたんですよ。ところが悔しい思いした方が、あ、もうダメダメ、こんな宅建なんだ、もうなんかもう取ってもしょうがねえや、もうこんな言い回しでいやらしい引っ掛けでみんなやってもしょうがねえやって言って、まあ、逆切りみたいな感じでやめちゃう人も結構いたんですよ。でもいや悔しいからやり始めたからには絶対取りたいっていう人がしっかり勉強した結果、2021年あたりにぐんと上がったんですよ。あ、なんかレベル高いなと。で2022年あたりもガッと上がってるんですよ。これね、なんで上がったか分かるかっていうと、さすがにね、私講師で今年24年目なんですけど、その受けた時にこれ何点が合格ラインだなっていうのは体感であるんですよ。でそんな大外ししないんですよ。だから3点も4点もなんてねずれないに、まあ、1点ぐらいのズレは もちろん毎年のようにね、ドンピシャじゃない年のも多かったですけど、それでもなんかこう、あったんですよね。なんかね、いや今年難しかったよなと思ってみたら、その回答速報会の平均点が、こんなできてんのっていうね。だからもう完全に今までのねその感覚とズレがあったんですよ。でいやこれたまたまできてる人が来ただけじゃねえかって考えられるけど、時間経つとだんだんそういうのが修正されていくんですよ。実際合格点高かったです。自分の感覚よりも2点ぐらい高かったです。発表した点は結局1点差かなんかで外してるんですけど、なんかこう、プラマイ1点みたいな卑怯な出し方、合格予想してるもんでね。だから、外すことはないんですけど、だけど、心の中じゃ外してたんですよ。いやこれレベル上がってるな。だからこのコロナ禍でね、やって悔しいって言ってしっかり勉強してきたかが、結局 15% なんですよ。合格率が 15% 前後なんですよ。ということは100人いたら15人受かって85人落ちてるんですよね。その85人っていう人がまた今年リベンジだって受けてる。もちろん辞める方もいますよ、脱落者も。でも新規で受けなきゃいけないって受ける人もそりゃいますよね。だからトータル競争は変わらないじゃないですか。で今のところとりあえず増えてるので、いやぐーんとね半分ぐらい減ったらまたどうなるか分かんないけど、もうやっぱどん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 難しくなってるんですよ。そんな簡単には合格しないんで、
だから何が言いたいかって言ったら、あの気楽にね、20、30年ぐらい前に受かった人が、いやだっけよお前勉強はお前カゴモンとりあえずなんかやってりゃ受かんだろうみたいな、そういう時代ではないです。それだけは申し上げております。だからまああんまりなんか特権なんて簡単だろうとか言う人がいたら、上司がいたら、お前今やってみろって言ってください。あ、そういう言い方ダメですよ。上司に対してお前今やってみろって言ったら、そりゃまずいですよ。ちょっとやってみてくださいよみたいなね、どうせできませんから。でもまあ俺もいい時代に取ったなみたいな感じでね、さーっとどっか行っちゃいますからね、追い返してください。そうやってアドバイス役立たないことも多いです。だけどじゃ今からねちゃんと言いますよ。でまず宣伝とかそういうの抜きにね考えてくださいね。一番最初にまずやるべきこといきます。今年必ず合格する、そのために今から始めると、今すぐ決意してくださいと。こここれ毎年私ね、もうずっとです。これは受かると決めてください今年。でも決めるったって、だって受かるかどうかやってみなきゃ分かんないんじゃ。なんだよ、そうなんですよ、そうなんだけど、絶対受かるって決めてください。まず受かりたいな、受かればいいなぐらいの甘っちょろい気持ちでやってたら、3ヶ月やそこらで受かるわけないじゃないですか。今の宅建試験絶対受かるよ、決めてください。今年受かります、決めてください、受かるに決まってんだろうって決めてください。こういう方は受かりやすいんですよ。なんでかというと、受かるよって、なんで、なんか自信があるんですよね。根拠ない心強いです。で絶対受かる、今年受かるって決めるんです。これ決め事です。別に万が一今年落ちても来年受けるんですよ、再来年も受けるんですよ。受けるチャンスなんで、ずっとこの先、宅建試験がね国家試験からなくなりますってことはないんでね、だからあるんですよチャンスは、生きてる間に。だけど今年受かると決めてください。そうすることによって、まず何がいいかというと、途中で例えばラスト2週間前に模試みたいなのを受けました。そしたら20点でした。いやーきついなー、ね、きついですね。やっぱり10点台とか20点台前半だと、ね、合格点が35、6、7点ぐらい、8点が最高ですけどね、なるから、いやさすがに今20点だと2週間じゃ厳しいなじゃないですか。でも受かると決めてたら、その2週間で何ができるか、優先順位は、まあ当然宅建業法と法令上制限でまだやれてないところだって言って、やるべきところをギャーってやるじゃないですか。スパーンってね合格抜ける人っていっぱいいるんですよ。だから毎年ね、10点台から2週間前の模試とかで出るけどね、10点台からの合格者って毎年いるんですよ。でまあそういった方は受かった奇跡だって言うじゃないですか。まあ確かにすごいですけど、奇跡じゃないです。いや毎年実績あります。だから別に10点台から受かっても奇跡でも何でもなくやれるんですよ。でもやろうとしない方が多いんですよ。だ結局20点、21点、22点、そこら辺の20点台前半だと、うわ今年をダメかもってなるじゃないですか。でダメかもってなるとどうなるかいきますよ。体調が悪くなります。なぜなら、いや最近なんかさすごい頭痛が激しくて、本当に頭痛になってね、本当に体調悪くなる人もいますよ。でも大体わかりますよね、落ちた時の伏線ですよね。なんか最近腰が痛くて、ケツ痛くてみたいな、大体そうやってね、こうなんか体を悪いところアピールしだすんですよ。もしくは忙しくなります。いや忙しくて忙しいよ、残業だ今日も残業だみたいな、忙しくないのに忙しくなるんですよ。これね、多分落ちた時の伏線なんですよね。落ちた時にお前さ大変だったもんな、残業で直してもしょうがないよって慰めてほしいんでしょうね。絶対無理です、そういうの。だから絶対受かると決めてれば、何が何でもやったろってなるじゃないですか。今20点ね、あと残りのところで10何点アップしなきゃいけないけど、なんとかしなきゃいけない、どうする、まあ、みんなが取れて、取れるところを徹底的にやるっていう優先順位決めて、ガーッと時間使って気合いでいくじゃないですか。だって皆さんの決め事だから、それを守るためにやるじゃないですか。受かるんですよ。だから受かりたいな、受かればいいなっていう、そういうそんな程度の気持ちだったら、短期合格なんて考えないで、とりあえず今年助走をつけて来年目指そうとかね、私はありだと思いますよ。だって受かんないもん3ヶ月で。でも絶対受かるとか、あとね、お勉強得意な方って自分に自信ある、ご自身に自信ありません？そうなんですよ。私ね、やっぱりこう自信持ってる方って受かりやすいんですよね。だから3ヶ月とかで、例えば、まあ、今まで受験戦争に勝ち抜いて、ね、でそれだけエリートで来ましたと、で宅建受けなきゃいけないっていう、ふとなんか案件が転がってきた、
まあ、めんどくさいけど、まあ、俺だったら3ヶ月いけるよね、うん、あの多分受かります、うん、あのちゃんとやれば。だってそれだけ自信があるということはやれるっていう気持ちがありますもんね。やれるっていう気持ちがあるから自分の意地とプライドと能力をかけてやりますよね。受かるんですよ。だからまずね、受かりたいな、受かればいいなっていう、そんなちょっとい気持ちじゃなくて絶対受かるって決めてみてください。もう今年の人生の皆さんの中の今年合格するって決め事です。もう今年が終わりだ、今年で。そうしたらもう半分終わったようなもんです、うん、でお調子者は絶対受かりますって言うじゃないですか。勉強しろよお前ですよ、あの勉強いるんです、ね、某取引先に。それで、ね、俺今年は本気ですから絶対やりますからと、あのもう 言われて8年目ぐらいなんですけどね、うん、あの一向に受かりません。毎年 1,2 点差で落ちてます。多分もっと低い点数です実際ね。あのいや惜しかったです今年やみたいな、絶対惜しくないんですよ。そういう風になったらダメなんですけど、あの本当に決めてくださいよ。そうすると半分終わったようなもんですよ。ただ勉強の仕方分かっておくと、これちゃんと空回りにならないので分かってください。で、あのこちら50問の内訳ですが、まずこういうの知らないと話になりません。で、話にならないんだけど、じゃあ知ってるわいってなったらもう書いてあるから読みませんよ、朗読の時間になっちゃうから。今から言う内容、まず分野によって得点目標を変える。あの得点の目標40点頑張るぞみたいな、その大雑把なのじゃなくて、その何の分野で何点いくで、その目標得点というのは当然人によって違いますよ。だって例えば法学部出てます、ね、公務員の試験合格してます、ね、司法書士のお勉強してます、司法書士合格してます、行政書士やってます、労使行ってます、実は僕弁護士です、それはやり方戦略違いますわ。だって民法ちゃんとできるから。したら14問中そうですね、まあ一番ね、宅建試験の権利関係と資格試験で親和性あるのは司法書士なんですけど、その司法書士のお勉強やってたら多分14中13、14いけます。あの10超えるなんて当たり前にいけますっていう感じなんですよ。あ、一応司法書士の、司法書士試験のその入り口ちょっとやかじった程度じゃダメですよ。ちゃんとそれなりに合格するかしないかぐらいのレベルまでいってたら結構あさりなんですよ。でも初学者で法律の経験なく、民法権利関係、民法を含む権利関係をまず超この短期で10点絶対超えるぞなんてやったら、うん、多分ね時間足りないです、どんな優秀な方でも。それなぜなら民法条文で1000条以上あるんですよ。判例の結果、最高裁判所の判例の結果がね出てくるんですよ、うん、あと賃貸借借地借家法、まあ、賃貸借は民法だけど借地借家法って特別ルールなんですよ。区分所有法、マンションのルール、不動産土地法、不動産土地法って土地家屋調査士と司法書士っていうね超難しい国家資格のその専門家ですよ。不動産の時ってその内容が一問出てくるんですよ。あの全部ね、それ全部網羅しようと思ったらとてつもない労力がかかるんですよ。あの10点超えようとかって考えないでください。目標9点で目標は書いてあるんですけど、私はね最低ラインっていうのをね知っといた方がいいと思うんですね。14の7、あの14問中7点これ最低ラインです。だから半分で、どんな問題が出ても半分できるぞって早いうちになると合格は見えてきます。で、ただ民法っていうのが問題文が A が B が B が C にどうしてってね読み取るのが大変で、あと過去問の結論を覚えても答えがわからない、見たことない問題が出たりするから。どうです、いやそれはきついよね、勉強の仕方が分かんないとですね、うん、その時に例えば、まあ、これ講義なんですけど理由をつける、なんでそういうルールがあるかっていう理由を講義でお話しします。でそのあこういうふうに法律は考えるんだ処理するんだっていうその法律の思考力というのが、もしちゃんと見えてくると問題読んだ時にいやこの話知らないけどきっと丸かな当たったなるんですよ。結局2問に1問2-1半分に1つ全部2つに絞れれば7点運が悪くなきゃいけますよね。うん、だからあのドンピシャで問題正解できなくても10の7って結局その法律の考え方とかそういったものが分かれば半分いけるってそれほど大変じゃないし、あともう一つ区分所有法、これがねもう暗記なんですよ。
で不動産登記法も暗記だけどあまりにも広いから、まあ、そうですね過去問だけ覚えていったところで、できる確率は6割から7割、まあ、最近だと8割ぐらいあるかなぐらいです。絶対取れるとは限らないですよ。でもかなり取れるんですよね。あのつまんないけど頑張れば。あと借着化法って難しいんだけど、それ時間、あの理解に時間最初かかると思います。あの覚えただけじゃ済まないので。だけどそれをちゃんとできるようになれば2問ないし3問うまくいくと4問分賃貸借借着化法使用貸借で出てくるんですよ。そういうところを絞ってやるっていう風ないろんな戦略が取れるんですけど、14の7っていうのは意外と効率よくやれば楽です、だから14問中10点以上絶対取るぞとか言うとなんかねすごい難しいところまでやんなきゃいけない、今まで見たことも出るかどうか分かんないところ、山が当たりゃいいけどたまたま山が当たんないと目も当てられないようなところまでやんなきゃいけなくなっちゃうんですよ。ギュッと絞ってやった方がいいですよ。これが権利関係です。で次宅建業法18点目標、これね18点、いや目標は満点ですよ。もうあの満点ですよ目標は。だけど満点ってやっぱ実際難しいんですよね。20点が本当は理想だけど難しいんですよね。だから18点ってタブしてるんですが、じゃあ最低ラインどれぐらいって言ったら、20問中16問これ最低ラインで、宅建業法20の16も結構大変ですよね。だ8割ですよ。4つしか落とせないですよ。でもできます。あのこれは短期でもいけます。あの宅建業法は条文が80ちょいしかないんですよ。その中から20問も出てくるんですよ。狭い範囲からいっぱい出てくるんですよ。その代わり引っ掛けがいやらしいけど、その引っ掛け方っていうのを過去問とかでちゃんとパターン化してしっかり頭に入れて見ておけば、ちゃんと理解しながら過去問やってればできないわけがない、だから20分の16が最低ラインです。これであの最低ラインの時ってあの権利も、まあ、それなりにね9点10点11点みたいにいかないとなんか足りねえなっていう風になっちゃうんで、本当は18点で実際合格してる方の多くが18、19、まあ、その時は17ぐらいですかね。満点はやっぱりね、若干運の要素もあるんですよ。どうしても問題文で捉え方間違えちゃうとかね、うろ覚えのところがどうしても出てきちゃったりするんで、でもやっぱり合格する方は宅建業法は満点近い点数を取るのがもうこれ当たり前なので。で次のところなんですが、これ法令上の制限税価格って全部で11もありますね。でトータルで私はやる方がいいなと思うんですよね。でトータルで言うと全部でこれ足すと11問じゃないですか。11分の8、これが最低ラインです。あのこれ8点中7点ってきつくないですか。なんか税金も3問税価格で3問中2点これ絶対なのと、あの目標はそうだけどトータルで11の8、これが最低ラインですっていう風に捉えた方が私はいいと思うんですけどね。まあ、どっちでもいいです、まあ、何はともあれこの法令上の制限税価格っていうところも広げようと思うとものすごい広がります。特に法令上の制限はあの過去問に出てる範囲だと例えば5ぐらいで済むけど、もし過去問以外のテキストに載ってることとか出る可能性があるとかやってるとその10倍ぐらいあります。でももちろんやらなきゃいけないのは過去出てるところ、それは宅建試験において大事だから出てる、そこが出たらちゃんと取れるようにするということなんですよね。だそれをちゃんと変なところに行かないようにするのが講義ではあるんですよ、だからこの法律上の宣言とかは絞っていく、覚えなきゃいけないので、で覚えることを絞ってやることによってこれ発展というのはちゃんと3ヶ月行くようになるんで、で免除科目っていうのは5問免除持ってる方、不動産会社働いててね講習受けると5点免除ってそういうのがあるんですよね。で5点免除ある方は5問あるでしょう。でない方、あの得点目標4点とありますが、これもね、5問免除は最低は3点で、ここも免除の5点免除も、実は最近この10年ぐらいは5問免除が取りやすいんですよ。あの昨年は別ですけどね、昨年はね、あの統計のところが数字ちゃんとやらないと本当に微妙な数字の違いで×みたいなね、ちょっとやりにくかったというか難しかったんですよ、だからまあ5点全然取れない、満点無理だったよって方は多かったですが、その前まではね意外と満点も多くいたんですよね。だからといってじゃあ満点5点絶対取ろうって目指しちゃダメなんですよ。なんでいいじゃん目指してと、気持ちはいいんですよ、よし5問取ってやるっていう、
でも本当に5問取る勉強すると広がるんですよ、知識が。ものすごい広げなきゃいけないんですよ、覚えなきゃいけないこと、うん、建物とか土地って法律じゃないじゃないですか。その分野まで免除入ってるんです。それをやろうとするともう3ヶ月で間に合うわけねえじゃんと。だから結局この勉強するときにここです。試験範囲は広いけどその中で品質なものはそれほど多くない。同じ論点が何度も出題されてる。表面上は変わってるように見えてる。だから単に過去問暗記してる人は点数伸びないがここにある。しっかり理解しながら学研することは不可欠です。これなんですよ。だから過去問をやるというのが捉え方なんですよ。まずね、確かに 20、30年前は過去問やるイコール過去問をやり、その問題を覚える、答えを覚える、それ繰り返してやってればできる、大合格するだったんですよ。ところが最近は過去問の出方に癖というか長文化してるんですよ、問題文が。まず問題を何聞いてるか読み取る。で今までと何こんな長い文章で出たことない、こんな聞かれ方したことない、聞き方変えてきてます。でそれはもう何年も前から変わってるんですけど、でもそれでも露骨にものすごくこんな引っかかったんだっていう、そういうので出てきてます。それを乗り切ってやんなきゃいけないから、過去問の答えを覚えて答えを覚えて答えを覚えて過去問の答えをひたすら覚えてるだけの勉強じゃ過去問じゃ受からないっていうのはしょうがないです。だってその出方しないんだから。でも過去問というのを題材でここはなんで×っていう理由付けしながら、別に理由付けってノートなんて使わなくてもいいと思ってるんですよ。サブノート作る人イコールちょっと容量悪い人って私感覚なんですよ、昔から。失礼な言い方なんですけど、ちゃんとノートきれいに取ってる人って申し訳ないけどね、自分が成績取る肥やしなんですよ。悪いけどノート貸してって、これ高校とかだけど自分もさすがに取ってて、中学もね取ってたけど、大学となると全然取らないんですよ。でも一番前のやつにノートもらうじゃないですか。でそうするとすごい綺麗にまとまってるノートって本当にありがたいんですよ、うん、でその人たちのノート見るとできちゃったりするんですよね。だからノートを取ってる人の方が意外とできなかったりすることってあったりするので、サブノートって時間ばっか使っちゃってあんまり効率よくないから、分かんないことをまとめるのにサブノートみたいのはいいんですよ。でもなんか全部をなんかサブノート化とかね、うん、そういうのはいらねえんじゃねえのって、どっちかというとスピード感の方が大事なんだよね。だから理由付けするって言っても理由付けをわざわざノートにがっつりね丁寧にやる人はないです、うん、だけどその理由付けなんで×なのかっていうのがちゃんと言えるようになってるか、うん、でこれね考えながらやるのに一番いいのがね、人に講義できるか、説明できるか、これなんで×ですって説明できるか、それでちゃんと解説と同じような趣旨だね、そしたらクリアで、罰だったけどなんでだろう、当たったわよし次行こうはダメです。そしたら分かってないんですから、結局たまたま罰っていう、その問題が罰って覚えてるだけじゃないですか。だからその勉強のそのなんでっていうその理由付けとかね、そういったところが丁寧に理解しながらやれてると過去問で受かりますので、それを目指していってください。であとはここですね、学習開始が遅ければ多いほど効率よく学習をすることが勝負を決める。で大部分はどこか見込まれて無駄のない学習をする、うん、でこれら始める皆さんは40点獲得を目標に頑張ってくださいと。別に40点なくても合格するけど、少なくとも満点狙うとかやめてください。満点狙った時点でもう3ヶ月4ヶ月じゃ無理です。そんな甘い試験ではないのでね。でも合格点は取れるんですよ。いやあんな枝葉のところはやらない、もう出る、もしかしてちょっと出る可能性があるかもやらない、もう絶対もうここ大事だよ、絶対大事だよ、出たらみんな取れんじゃん、ここ大事だよっていうところに時間を注力する。それによって合格する。だからこれ学習が遅ければ遅いほどってあるじゃないですか。もう一回言いますよ、皆さんは今の時点でこれから始めようって思ってる時点で超遅いです。だって考えてくださいよ、考えてくださいよ、去年落ちてる人、一昨年落ちてる人、10年前から勉強してる人、それも今年宅建受験するんですよ。勉強時間的に圧倒的に足りないじゃないですか。じゃあ足りないのになんで夏の講座からこんなに受かるんだろう。あ、こんなにって見たからに合格率が見せてないんで、なんかパンフレット見てください。受かってんですよ。でなんで受かるんだろうと、勉強のやり方なんですよ。その勉強のやり方、じゃあどうすりゃいいの、無駄なことやんないんですよ。じゃあ無駄なことって何なんだと、過去問以外のこと。じゃあ過去問やりゃ受かるの、やり方なんですよ。やり方どうすりゃいいのと、あんなもん今全部言えるかという話です。だから結局何が言いたかったら、まあ後期の宣伝なんですよね。
そのこれは何のためにある知識、何のためにあるんだよ、どういうためにあるんだよってちゃんとストーリーで一個一個丁寧にちゃんと聞いて理屈を分かっていただく、そういうことで講義を聞いていただくと1を聞いて10を知れるようになる。そうするとね、合格に近づくんですよ。であとはやることをちゃんと言います。過去問やってください。C ランクってなってもいりません。解説に星印がないものはもう全然覚えなくていいです。ちょっと守って信じて見てくれませんか。受かるので。でね、この宅建試験って大人ってなんで受かんないんだろう、やっぱり講義来ても受かんない方っているんですよ。それはもう別にこのウルタロ即死って短期の合格講座じゃなくてもスーパー合格講座って長く、もう11月12月から始まる講座でもそう、これね、やっぱ受かんない人っていらっしゃるんですよ。でその方の大きな特徴は自分自身の価値観で勉強をしてます。で大人ってやっぱりみんな自分でそれまで生きてきた価値観ってあるじゃないですか。で例えば今満点狙うなって私言いましたよね。で満点は狙っちゃいけないんだ、満点って狙っちゃいけないんだ、満点って狙っちゃいけないんだ、でも待てよ、満点とか狙って勉強した方が50点目指した方が失敗しても、ね、10点ぐらいマイナスで40点で合格して満点狙った方がいいじゃん、だっていっぱい勉強いろんなことやった方がっていう感性持つ方っていらっしゃいますよね。でそういう方もいるのはしょうがないんですよ。でその方が満点狙おうなって言うと、いやいや満点狙って細かいことまでやるぞってやるじゃないですか。絶対受かんないんですよ。なぜなら言うこと聞いてくれないから。そうなんです。本当にね、私はね、大人を教える大変さがよく分かったんですよ。昔ね、私塾の先生やってたんですよ。でその時にね、子供相手だったんですよ。で小学校4年生の子たちがその私立の受験するために有名な進学塾に行くための受験の対策の講義をやってたんですよ。で小学校の子ってちゃんと先生が言うことを守るんですよ。で、あ、これこうやってね、ここはいらないからね、ここはこうやるんだよ、ここはこうなんだよ、ここはやらなくていいよ、ここはやるんだよって言うとちゃんとその通りやるんですよ。だから全く苦もなく受かるんですよ。だからちゃんと言ったことをやることをやってくれれば分かるんだけど、大人はダメなんですよ。やらないんですよ。あんな、おい、なんで水野知らないもんなやつだ、何言ってんだ、満点狙わない、いや満点だとかいい決まってんだろって、そういう風になっちゃうんですよ。だから分かんないんですよ。ぜひ来てみてください。でその通りやってみてください。合格するので、でも合格するんだけどやんなきゃダメですよ、勉強。でも勉強ちゃんとやっていけなきゃ、間違えた勉強法なんていうにはならないので。でその次のところに、独学 VS スクールとかっていうね、でこれも読む必要もないので読みませんけど、初めの一歩は独学では難しい。まず講義に来るメリット、聞いて理解できる。本読まない、本、独学の場合本読まなきゃいけない。その本読んで理解できる方もいるでしょうね。でもそれだけ理解をするのに時間がかかるのと、あとはそうですね、間違った理解をしてる、これが一番怖いですね。だからこの理解は独学では難しいっていうのがこれ1点目で、このね、独学では難しい、初めの一歩難しいっていうのが、ここがまあなかなかやっぱ大変かなと思いますね。であと効率いい学習ができる、何をいつまでにどこまでにやるっていう、そういうのが目安があるっていうのはそれはいいですよね。であと予備校は膨大な情報を有してる、これは大事ですね。で確かにね、今は講義とか聞かなくても、例えば YouTube とかね、私もちょっと出してるんですけど、YouTube とかね、ためになるの多いですよ。ただ残念ながら断片的なんですよね。でそのポイントはいいんだけど、その前後のつながりとかがやっぱりこう講義より厳しいなっていう。でも若い方とか今タイパっていうね、コスパタイパ、タイム、要はいや、こんな長い講義聞くよりもポイントだけでいいよっていう。でそのポイントだけで聞いて受かる方は前後関係推測してやれる優秀な方です。通常の方はポイントだけは分かってもつながり分かんないから合格レベルいかない方も多いです。だからそこ考えると、やっぱ講義ってその一つのストーリーでね、全部流れができるんでね、だから効率いい学習できるんじゃないの。あと予備校は膨大な情報を有してるっていうのがね、これ大きくて、合否を分かれる問題とかってよく言うんですよ私。でそれは何かというと、合格者は取るけど不合格者は落とす。でそれって合格者には必要なところじゃないですか。だから難しくても頑張れって言うんですよ。でも合格者も不合格者もどちらも取れない問題ってあるんですよ。で意外と大事、よく毎年出てるとかいう割にはなんかできないっていうところもあるんですよ。でそういう情報がやはりね、ビッグなすごいデータ量があるんですよ。それを
見ながらお伝えできるんですよね。これは私は講師としてすっごいメリットあると思ってます、うん、これ普通の人無理なんですよ。あの合格しただけの人じゃ、そんな予備校のね、あのマル秘のビッグデータ持ってないから、だから自分の価値観で全部アドバイスするんですよ。いやこっちはもう何年もかけてその醸成したそういう情報があっての講義、裏付けがあっての講義なんですよ。だからそこら辺は自信持って言えますよね。あと疑問点質問できるという、ここは大事でしょうね。だからあの環境としてやっぱりこの疑問点を質問できる、これ分かんない時にね、質問分かんないんですけどって、あの本部はねもうすぐ対応できるようになってるんでね、まあ、そういったところは僕は教えてチューターという制度がありますよっていうね、まあ、そこら辺見といていただければと思います。であとは短期間学習法ってありますが、まずねこれから始めるメリットはまだやる気満々ですよね。あ、今からやる気ないって言ったらもう今年やめた方がいいですよ。だって今から今もうやんなきゃとか、火ついていやそろそろやんなきゃ、今年見たけど随分忘れてるから今年も頑張るぞとかね、今からだと出遅れてみたいだから早くやんなきゃ、どうしよう、じゃあ金払ってでも学校来ようと、そういう感じのモチベーションで来てますよね。そしたらいいんですよ。1年間ね頑張れるコンスタントに集中力持続は難しくても、これから10月だったら全力疾走でいけるんですよ。あのこれ本当に大事で、試験って勢い大事なんですよ。で長くなればなるほど惰性になって、なんかやってるんだけどやってないとの同じような感じでなんか続いてるんですよ、全然効率パフォーマンス上がってないですよね。だけどもうあと3ヶ月やんなきゃいけないって短期でグワーっていける人っていっぱいいらっしゃるんですよ。素質ある人ってやったことなくても、だからそういった時にその短期で合格するというエッセンスがこのレックの講座には詰まっております。だからね、あのこれだといいね、あの講座紹介の、ね、全貌が全貌なんたらっていうね、あのそういうあのガイダンスもやってるのでね、まあ、それで講座の内容のどういう内容でカリキュラムでやるか見てみてください、まあ、そのやり方とかが、まあ、一連の流れ、こちらのねウルトラ合格フルコースっていうね、その全貌というのは別の動画であるんでね、まあ、もし気になったらぜひ見ていただければと思います。はい、まあ、ここまででね、あの効率的な学習というね今回のね、お話はおしまいなんでございますが、まあ、何はともあれ皆さんがね合格するというのをね、力に、まあ、レックがご協力できれば幸いでございます。以上でございます。それでは、30分間ご清聴ありがとうございました。はい、皆さんの合格を記念しております。それでは、即習コース、短期だからこそ集中、ウルトラ合格コースのね、ガイダンスを終わります。皆さんお疲れ様でございました。